生きて帰ってきなさいよ。なんだよあれ。翼を持ったヘビ、竜、あんな巨体で飛べるの？恐ろしい。そしてあまりの醜悪さにヘドが出る。こんなモンスター見たことがないぞ。アルカナムによって引き寄せられ、37階層より生まれた黒き異形、名をつけるとしたら、そうだな、デルピュネといったところか。穴が見えるか、眷属ども。都合19もの階層を貫いた特大の奈落への入り口だ。冥府の門にして地下世界の象徴でもある。これを地上にまで開けてやろう。バベルは崩れ、カミオは終わり、約束されし神話が始まる。そう、闇と混沌の時代だ。祝え、そして死ね。この俺が滅びを授けてやる。正義の輝きはもういらない。エレボ様、早くお逃げください。これ以上はもう我らでは守りきれ。おっと、うかうかしていると俺が死ぬか。神を狙っているのだから当然だな。さあ、これで最後だ。お前たち、アルフィアの元まで俺を守れ。その犠牲は無駄にはしない。約束しよう。どうか主役を退場させてくれるなら間違いない。間抜けな喜劇には変えるなよ。ほう、期待していた以上にいいものを連れてきた。計画を聞いた時は眉唾者だったの。私も見たことのない化け物。やはりダンジョンの道は限りないか。見境なしか。しかも桁違いの破壊力。穴を開けるどころか、このままでは階層そのものが崩れ落ちる。無視できる存在ではない。まだアルフィアもいるというのに。あれは合図。待て、行くな。邪魔、邪魔、邪魔、消えて。
なんだ、驚いたぞ。モンスターを葬ってくれるとは。敵である俺を助けて。聞こえていないか、小娘の皮をかぶったバーサーカーが。ちょうどいい。あれほどの風の力、特攻だろうとデリピュネの足止めにはなるだろう。この隙に移動させてもらうとしよう。そうだな、行くのなら見晴らしのいい場所がいい。この地獄の景色を見渡せる特等席が。アイズ、こんな形であの子の怒りが爆発すると。このままではアイズがやられるぞ。どれだけ暴走したところで、あの化け物相手に一人では太刀打ちできまい。行って。ガレスの王子様、ナインヘル、ケンキを助けに行ってあげて。ここはアルフィアは私たちで何とかする。バカを言うな、アリーゼ・ドーベル。レベル3に過ぎないお前たちがレベル7の怪物をどうやって。大丈夫、ブレイバーの作戦ならしっかり覚えてるわ。どんなに倒されてもくじけず諦めず立ち上がってあげる。清く美しい私たちの正義は不滅よ、不滅。ふっふーん。だからお願い、信じて、ガレスの王子様。行くぞリベリア。どちらにせよお主は合図を放って戦えまい。すまない、アストレアファミリア。集え大地の息吹、我が名はアールブ、ベールブレス。防護魔法だ。効果が持続しているうちはお前たちを守る。頼む、死ぬな。任せたぞ小娘ども。帰ったら宴だ。ドワーフの日酒をしこたま飲ましてやる。やったわ、ナインヘルから選別をもらったし、ガレスのおじさまと飲む約束もした。完璧ね。完璧じゃねえよ、すっとことっかい。ふっざけんなよ、アリーゼってんめ。こんなどうしようもねえ負け戦、安請け合いするんじゃねえ。絶対に死ぬじゃねえか、あたしら。諦めたらそこで何もかも終わりよ、ライラ。大丈夫、まだ私たちは死んでないわ。いける、いける。このアホンだな。本来ならばそこのパルームと並んで私も罵倒する側だが、今回ばかりは団長側につこう。あの女には借りがある。たとえ生首になり果てようと、あの喉を噛みちぎってやる。リベリア様の王能を取り払えるのね。勇んでこの身を捧げましょう。誰かがあれを撃たなくてはならない。茶番は終わったか。ええ、終わったわ。茶番ではなく決心が。そうか、ならば屍を晒せ。
二度と雑音を生まないよう、その命を摘み取ってやる。残念ね。私たちやかましいことに関しては自信ありまくりなんだから。あなたが音を上げるくらいじゃんじゃか戦い抜いてあげるわ。